陳王帝陳式大局拳の創始者である。あざなお、創には、陳夜行陳氏、第九世、河南省恩県陳夜行の人、民末の武将生、新書の文将生、文武創前の誉れあり、民末隆史党五年、京平守備に任ぜられる。力は、すぐるの東方の反乱に際して、武功を治め、また、三党において、新朝のために、盗賊、 貴族を平定し、三島、河南において、生命を追い、成長に重く用いられた。引退後、家境に帰り、忙しい時は田畑を耕し、暇を見ては、読書にいそしみ、合間に拳を練った。蘇伝の百八税調券をもとに、関継ぎてるの、木伊佐尾新書本文十八巻の一つである、拳へ十二税調券を、はじめ各家の憲法の成画を採用し、 伝統的中国医学の経絡学,学説、同家の皇帝への動員と能術を取り入れ、疫学上の音名古行説の通りに結合し、工夫を加え音名総合、強し重奏済みの陳式対局権を編み出した。制定した、当時は、後方、水108件、五等水、陳式長兼、十五広し、十五法の五種。以後、生生孫孫、伝えて、今に至る。 鎮王帝の晩年の造券に際して、竹林の高手、昭発の存在を抜きにしては語れない。昭発は、力は、すぐるの反乱武将であった。武芸に精通し、飛ぶがごとき械足を持っていて、百歩でうさぎを捕まえた。力は、すぐるの反乱の鎮圧後、昭発は落ち延び、鎮王帝に投降した。以後、鎮王帝を、ともともしともし、 自らは重木とも生徒とも甘んじ、その関係は、甚だ緊密であった。陳王帝の造剣の際には切磋琢磨する相手となり、実戦の中で点検し不断に修正を加えることが、できた。ありがとうございます。